です。このチャンネルでは最近話題になっている時事ニュースなどをネタに雑談しています。この機会にぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までごゆっくりご視聴ください。お子様連れ優先でダメなんですか。ゴールデンウィークの子供ファスト トラックを小倉大臣が視察。レストランの待ち時間も優先してと要望も。小倉子ども政策担当大臣が子供ファスト トラックを視察した。子供ファスト トラックは子供たちや子供連れの人たちが優先して入場できるもので、政府が少子化対策の一つとして国の施設などに設ける方針を示している。東京・上野の国立科学博物館を視察した小倉子ども政策担当大臣に対し、子連れの親からは列に並ぶ時間が短縮されることを歓迎する一方で、レストランの待ち時間も優先してほしいなどの要望も出された。小倉大臣は各施設において、子ども割や家族割、ベビーカー置き場の整備など、ファミリーフレンドの取り組みを広げていきたいと話している。はい、もうですかね。はい。これが少子化対策になるんじゃないかってことですか。そうです。こんな。子育て支援時代に、僕は反論は一切ないんですが、レストランにまで、要望するような、ずうずうしい大人がいることに、ちょっと疑問を感じました。そうですね。待ちたくないなら、早めに行くっていうのが、まあ、普通の人間の考えることなんですよ。それと、あと、お子様にもね、こうやって順番に待たないといけないんだよっていうことを、もう、本当に教えた方がいい。決まってますからね。はい。ルールを守れずに、その我慢のできないパーが育つだけなんで、国にとってもいいことないです、こんなこと。そんなんもうね、いくらでも並べと。そういうことでいいんですよ。そうだ、長時間我慢して並んでね。はい。ええ。だってあれには並ぶじゃないですか、皆さん。夢の国の、ね。あそこにある、じゃんじゃん並ぶんですから。並びなさいってことでしょ。そうそう。早く行動しないと、しないことで、その欲しいものが買えなかったり、食べたいものが食べられなかったりっていう経験が、そうですよ。そういう経験をね、生かす人間に育てた方がいいんですよ。そうそうなんですよ。何を優先優先優先。そうそう。甘やかして、いい場所と悪い場所ってある。そうそうそうですよ。いやー、何やろ。ね。なんでこんなんしてんやろ。その、ね、まあいいですよ。だからその博物館とかね、動物園とか、子供優先で入らすの全然いいんですけど。そうですよ。レストランは違うだろ。レストランは違います。はいはいはい。いやだから、お子様連れの方々の席とかね。はい。は、作ったらいいんじゃないかなと。いや、ファミレスの禁煙分とか、禁煙席とか、喫煙席みたいに分けてね。そうそう、お子様連れ席みたいな。回すんだったらいいですよ。それ以外の人は普通にね。それでいいんじゃないですかね。それができる場所って、そんなにたくさんないと思うんですけど、ね。ないですね。ただまあ、現状一応ね、これ言ってんのは、その国の施設が対象っていうことなんですよ。まあ、そこを初めにやり出すっていうふうに。あとは民間がやるかやらないかなんですが。何がありますかね、そんな際。子供を優先した方がいい場所って。国の施設ですか、何があります、そんな。国会中央食堂ですね。それ優先ですか。議員会館食堂も、まあ一応一般人に。そこは子供優先ですか。やればって思いますけどね。そんな。議員が待つだけですから。まあ、そうしたらいいんちゃうか。ファミレスとかでやられて、まあファミレスなら別にいいかもしれない。まあまあまあね。っていうか、その、ねえ、じゃあ、優先されなくなる、その、際はどこなんですかってなって。お子様っていうのはどこまでがお子様と認定されるんですか、ね、写真に書いてある、この、これどこでしたっけ、上野の国立科学博物館は、高校生以下。じゃあ高校生もいいの、優先されます。高校生なんかこんな、あんな大きいのに高校生の孫連れたおばあちゃんは優先してるけど。じゃあ、例えば、高校生連れのお母さん、お父さんがね、高校生のね、娘さん、息子さんと一緒ですって言って、優先、あんな大人みたいな優先されるんですか。まあ、ここはそうなんでしょうね。あっ、すいません。たぶんその、子供料金が、中学生以下のところは多分中学生以下だったり、いろいろあるんじゃないでしょうね。優先、
いや、それは、やっぱり小学生ぐらいまでにしときましょうよ。小学生？小学校低学年ぐらいまでにしときましょうよと思いますよ、私。こんな。本当に。それこそ。なられと。なられと。お前らはなられ、一緒になられです。そう、いいんですよ、それ。我慢を教えろと。しつけをしろと。そうです、そうです。いや、本当、だって自分たちだって並んできましたもん。アホみたいに。暑いなとかね。あんな、思いながらね。ねえ、コミケ。はいはいはい。ねえ、今年、あれでしたけど、はい、久しぶりにやりだして、ものすごい、ねえ、人並んでましたけど。ようですですよ。あれも、名だたるオタク。もう、詰まってましたってばかりに。しっかり並んでるじゃないですか。はい。はい、間と同時に走ってきますよね。あんなにね、真面目に並んで。やっぱり、機械的にね、動いてますよ。そう。オタクの皆さん。すごいですから、本当に。順番は悪ことは、大人はもちろん、子供に申し上げなければいいのです。そうなんですよ。だから子供だから優先されるなんてね、なんて言うんですかね、それ少子化対策ちゃいますよ。そうそう。前から私が言ってる少子化対策をさっさとやればいいんですよ。っていうか、子連れ優遇なだけで少子化対策じゃない、これは。まず子供を作るとこから始まる。そうそうそう。そこなんです、私が前から言ってんのは。ね。だってもう出来上がっちゃう子供の話なんですから、これは。すでに作っちゃって、言う人を優遇してるんです。これがあるから子供作ろうかとはならないですよ。違うんですって。だから、偶然にも出来上がるシチュエーションを作るって。そうです。前から私は。うんこ我慢してる奴がガキ優先されたときに。公共トイレとかね。そうですよ。いや、ほんとそうですよ。で、こっちにも事情があんねん。大人にも事情がありますって言いたくなりますやん。そうそう。そんなんね、二日酔いに吐きそうで、もう今、すぐにでもトイレで吐きたいのに、待ってられへんとか言うね、時もあると思うんですから、そんなんね、ダメです。じゃ、だからね、その少子化対策は前から言うてるように、作るぞって言って子供なんか作るね、もんじゃないと思ってるんです、私は、基本的に。はい。やっぱりこう、男と女がこう盛り上がった末に、どうしよう。私こう今月、遅れてんのどうしよう。それですよ。リアルすぎて怖いですけど。それが、やっぱり必要なんです、この日本に今、何が欠けてるってね。そういうことじゃないですか。そうそうそう。ね。そうやってこう、盛り上がって、わー、キャッキャキャッキャ、ね。仲良くする、そういう余裕があればいいってことです。まあ、もっと言えば、その、結婚する前のカップルがね、カップルでこういうところに来てて、これから盛り上がって将来結婚して子供作るかもしれないのに、それで一生懸命待ってたらね、子連れ優先がガーッと先に入ってるのを見たら、子供嫌いになってね、子供作んないかもしれない。そう、下打ちでもしてね、なーなーとか言うて。本当に。だからそういう、なんて言うんですかね、気軽にね、恋愛できるような、だから、もう、さっさと仕事もね、みんな残業とかもうやってる方多分いらっしゃると思うんですけど、もう5時ぐらい公務員みたいにね、5時ぐらいでもうみんな切り上げる。そういう少子化対策をしてほしいです。ただまあ、外で、そのデートに使う金がないんですよ。じゃあ、だからですよ、そこですよ。そこで、そこで、それこそ、さっきおっしゃってたね、公共の、どっかも作りやすいやすい店とか作るんですよ。もう誰でも帰れば入れるような。そのカップル限定。まあ、それも、まあ。限定っていうかね、誰が入ったっていいんですよ。ジジイババアが入ったっていいんです。で、そこに。ジジイババア子供作ったいな。はい、もう、入り乱れてる人がいっぱいいるんですよ。で、その中から、男はもう見極める。あの人綺麗やな、とかね。そんな大衆食堂みたいなの。カップル限定トイレ。ただのラブホテルになっちゃう。渡る系みたいになっちゃう。思い出しますね。思い出します、事件を。うわぁ。気持ち悪いですね。3分で1万円稼ぐ。3分でもう、すぐ終わっちゃう。すぐは終わる、あれですけど。はい。入れたら出るみたいな。最悪ですね。でもね。おめぇは2人目産んだんでしょって。もうそうなんで、もう私もう信じられねえ。あっちこっち入ったチンコですよ。本当に。言い方が。あっちこ、いや、本当に、ね。そうだ、実際とこだ、あっちこっち、好きなだけ入ってきたようなチンコをね。もう向かってませんやん。まあ、
普通で考えたら、無理ですって。うん、私は無理です。はいはいはい。まあ、ちょっと話も上がってますが、そうですね、そうです、そうです。うん、はい。少子化対策と、子連れ優遇は別の話なんで、これは、まあ、これぐらいやっていいけど、本当にレストランはやめた方がいいと思います。レストランはやめた方がいいですよ。コンドームをなくしましょう。なくしなくなる。それは、性病がまずくなるんで。ああ、そうですね。うん、まあ、それ言うたらもう、だって人口堕胎を、禁止したら、一気に出生率上がりますよ。まあでもそれは、ね、やっぱ困る方もいらっしゃるんでしょう、ね。だってレイプで増えちゃいますから。うん、だってアメリカの州によっちゃそれでもね、はい、堕胎できずに、はい、隣の州まで行ってね、うん、手術される方もいらっしゃるぐらいですからね。ひどいところですよ、そういう考えたら。そう、だからまあ、ね、そういう事件性がなくして、うん、ちゃんとこう、ね、うん、男の人と女の人がね、うん、仲良く できる感じの、まあ、あとね、少子化対策ですよ。なんかも言ってますけど、やっぱ少子化対策いらない、そもそも。まあね。子供別に減っていいんですよ。そうですね。うんうん、人口が減って、減り切った後に、また絶対増え出すんで。はい、そうですね。うん、まあ減ったら減ったで別にそれを補うのを外国人に任せたりはしないで、自然に流れに、任せとけば、そうです、自然にそういろんなものを発明しますね、日本人は。いいようになりますから。そうですね。いやもう、大体なんで子供が減ったらあかんのかっていうね。増えすぎて困ってるインドもあるぐらいなんですよ、ね。理由が全くわかんないですからね。その減ったらあかん理由が一切わかんない。ね、子供が減ると、困る理由って何ですかね。日本が滅びるとかですか。いや、滅びないじゃないですか。いや、仮にね。これから絶対子供生まれないんだったら、そのうち滅びますけど。まあ、仮に滅んだとしましょうよ。でも、それが、日本だよってことですか。まあ、最終的に、ね。最終的に、最終的にそうなったとしたならば、それが日本っていう国だったんだよって話ですか。うん、本当に。今年、生まれた子供の4分の1だったかな。はい。が首都圏だそうですね。ああ、そうなんですか。もうちょい上だったかな。はいはい。半分もいけないわ。はい、はい、うん。まあ、皆さんそんなに。首都圏に集中しすぎちゃって、はい、その、ね、子供、例えば仮にたくさん生まれても、はい、その子たちが大人になって住む土地なんかないとかね。はいはい。結局タワマンばっかり住んで、はい、タワマンの開発ばっかりやってね。はい、で古いタワマン、これからどうすんのっていう話にもなってきて、はい、いろいろ困ること逆に出てくると思いますけど。いやー、私はもうタワーマンションだけには住めないんですけど。うん。うん、まあ、だから、無理にその人口増やす必要性が全くないような気がするんですけどね。まあ、そもそも論で。ね。まあ皆さんがそんな、まあ首都圏が好きなんですかね。まあ仕事が集中してるんで。まあそうですね。はい。なると思いますけどね。まあ、日本いっぱいね、いろんないいとこありますから、ぜひ散らばってみてください。そうです、ね。言いたいです、うん。はい。はい。こんなもんネット社会でね、どうにだって仕事できるような、そうですね。ことになってます、ね。それができる人は分散してもいいと思いますけどね。いや、私なんかはね、もう1億ね、ぐらいするようなね、タワーマン買うぐらいだったら、5000万ぐらいのね、なんか買ってね、3000万円で車買います。はい。はい。まあ、そういう人ですからね。本当に。はい。はい。ということです。はい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 。まあ、地方に住んだらね、あれ車必要になるんで。そうです。そしたら私が3000万の車でね、うん、上京しますから。